先ほどシュートは跳ねた成田ですが、もう一度った、今度は決めてきました。シュートまではいいんですけどね、なかなか得点につながってないですね。岸本、距離もありますが、さすがです。一発目から決めてきました。交代してもどちらかが出てもやはりそのチーム力は変わりませんし、また特徴を生か、ただ少しハレルソンが嫌がって打ったような格好になりました。中に入れないんですね、入りたくても。はい、会場さんも困った時に橋本選手はこういった形で途中で期限付き移籍で今日から大阪エベッサの一員となりました。長谷川が打ちます、決めてきます。決まりませんでした。ここまでハレルソン含めてスリーポイントの成功率は大阪は高くありません。レイアップで決めてきました。並里、ヘンドリックス、エアボールになってしまった。ちょっと今のタフショットになったでしょうか。そしてここはクーリーにナイスパスでした。さらにチャージングを狙ってね、コース立ったつもりだったんですけど、ちょっと動きましたね。レイアップですが、コーバー五分五分だったんですが、琉球取りました。岸本下がりながらのスリー、これが決まります。丈夫でした。ここはことなきを得ましたが、4秒まで来ました。時間がありません。3秒、打つか、レイアップ、ゴータウスか、決まりました。決めてきました。アイラ・ブラウン、早めに打って決めてきました。アイラ・ブラウンついています。あ、ミスマッチになっている。外から打っていきます、決めます。トップの位置からのスリーポイント、リングで跳ねました。ちょっとね、せっかく抑えてたのリバウンドもったいないですね。この第3クォーターリバウンドが取れません。そして二次攻撃で琉球が得点、向かってアタックする、シュートも含めた上でリングに向かってしっかりアタックをしていくということが大事じゃないかと思うんですけどね。あ、ここは奪いました。橋本拓也ダンク、どうか、そう決めてきますね。しっかりと小野寺が返してきました。はい、ここは一発で取り返して大阪ゴール下に鋭いパスが出ました。ゴール下、今日はこの形が多いクーリーですが、クーリーは完全にこの間合いを掴んでいます。という最低でした。さて先ほどのプレー、まずは打ったところで最後も跳ねまして、ここで試合が終了しました。